こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画ではこの春にユニクロで買うべきアイテムを具体的にご紹介したいと思っています。僕もそうですし皆さんもそうだと思うんですが、ユニクロ結構便利に使ってるかなと思うんですね。ユニクロにはたくさんの商品があるんですが、その中でもこれ持っておくとめちゃくちゃ便利だよなっていうアイテムはある程度限られてるんですね。全体の比率で言うと多分1対9とか2対8ぐらいで、やっぱりこう買うべきものっていうのは限られているんですね。それはユニクロだからというわけではなくて、その他のセレクトショップですとか高級なブランドでも大体それぐらいの割合かなと思っています。本当に使い勝手がいいものというのは限られていますので、今回はこの春ユニクロで買うべき使いやすいアイテムについて具体的にご紹介していきたいと思っています。まず一つ目ですね、スーピマコットンクルーネックセーターですね。これはですね、ものすごく使い勝手のいいアイテムです。そもそもニットというアイテムが僕たち大人の男性には比較的似合いやすいアイテムなんですね。ニットそのものにちょっと小綺麗な印象がありますので、僕たちが休日に来た時にも程よく大人っぽさを漂わせることができるのかなと思っています。特にユニクロのニットというのは非常によくできていまして、これが2000円前後で買えてしまうというのはかなり驚きかなと思っています。正直タグさえ見なければユニクロかどうか見分けがつく方そんなに多くはないのかなと思っています。デザインも無駄もないし素材感もいいので、ぜひユニクロのスーピマコットのセーター買い揃えていただきたいなと思っています。カラーバリエーションが非常に多いんですね。じゃあその中でどれが使い勝手がいいかと言いますと、色はネイビーですとかブラック、もしくは明るいホワイトですね。この3色のどれかを持っておくのがいいかなと思っています。ネイビーかブラック1色、そしてホワイトがあると明るいものと暗いもの両方が取り揃えられるので一番おすすめかなと思っています。例えば白の丸首の T シャツの上にブラックの丸首のニットを重ねるという着こなしもレイヤーが作れるので非常におしゃれに見えるかなと思っています。かなり使い勝手がいいのでぜひ揃えていただきたいなと思っています。基本的には無地がおすすめなんですが、ボーダー柄もありまして、そちらも結構使い勝手がいいかなと思っています。着こなしの中にアクセント的に使うことができますので、無地を揃えた後にはボーダー柄もトライをしてみることをおすすめしたいと思っています。続いてご紹介するのがパーカーですね。フルオーバータイプといって、こうジップで締めるものではなくて、こうかぶりで着るタイプのパーカーですね。ユニクロのパーカー非常によくできていまして、これも皆さんにお勧めしたいアイテムかなと思っています。今ですね、ユニクロにはプルオーバータイプのパーカーが2種類並んでるんですね。通常のユニクロのラインとユニクロ U と呼ばれるデザイナーとのコラボレーションラインのもの、この2つのパターンが並んでいます。おすすめなのはですね、結構ユニクロ U のものが生地が厚めでしっかりとしてるんですね。さらにデザイン的にも細かい部分こだわっていますので、今でしたらユニクロ U がいいかなと思っています。カラーバリエーションはこちらもたくさんありますが、中でもブラックが一番使いやすいので、こちらを揃えていただきたいなと思っています。通常のユニクロのラインでしたらホワイトなんかが明るさがあって非常に使い勝手がいいかなと思っています。もしくはネイビーなんかも使い勝手がいいので、もしユニクロ U のものが売り切れてしまったら、そちらの通常のユニクロの中から選んでみるのも良いかなと思っています。続いて3点目ですね、エクストラファインコットンストライプスタンドカラーシャツ、かっこ長袖。結構長いのでこれは読みました。これが非常に使いやすいんですが、通常のシャツのように襟があるものではなくてバンド状の襟をついたシャツなんですが、これがここ数年のトレンドになっていまして、ユニクロでもアイテムを取り揃えています。その中でもストライプ柄のものが非常に雰囲気が良かったので皆さんにお勧めしたいかなと思っています。スタンドカラーシャツというのはバンドカラーシャツとも呼ばれるんですが、結構いろんなセレクトショップなんかでも置いてありますが、まずはユニクロで試してみて、よかったら価格帯を上げて買い直すのも良いかなと思っています。失敗すると結構昭和のおじさんみたいに見えるので、少しストライプ柄のようなアクセント的な要素を入れた方がかえってバランスが取りやすいのかなと思いますので、ぜひこういったものを買い揃えていただきたいなと思っています。そして4点目なんですが、無地の T シャツをお勧めしたいなと思っています。無地の T シャツにも様々なバリエーションがあるんですが、特におすすめなのはユニクロ U のクルーネック T シャツですね。こちらは通常のユニクロの T シャツと比べると生地が厚手になってるんですね。でサイズ感もややゆったりなので今っぽい雰囲気が漂うのかなと思っています。1枚で着ても様になりますし、この上にジャケットなんかを重ね着しても非常にバランスが良かったりするので、もし買うのであればユニクロ U の T シャツ、最近はもう定番で置いてありますので、こちらをお勧めしたいなと思っています。
色はですね、シンプルなホワイト、ブラック、この2色があれば十分なのかなと思っています。まあ、ユニクロでは様々なカラーバリエーションがありますが、その中でもやっぱり使うべきものは基本的にはネイビー、ブラック、ホワイト、これぐらいでいいのかなと思っています。他の華やかなものだとかビビットなものに手を出すとなかなか合わせるのは難しかったりするので、ここは王道の色を選ぶことをお勧めしたいなと思っています。そして5点目なんですが、ブロックテックパーカーというアイテムをお勧めしたいなと思っています。いわゆるウィンドブレーカーみたいなものですね。スポーティーなテイストのアイテムなんですが、一切デザインの無駄がなくて非常に高級感があるようなアウターに仕上がってるんですね。これはですね、僕も本の中でたびたびご紹介してるんですが、非常に使い勝手がいいです。スポーティーなアイテムなので内側にはですね、例えばあえて丸首のニットを合わせてみるだとか、先ほどご紹介したバンドカラーシャツを合わせてみるだとか、小綺麗なアイテムとミックスすると非常にバランスが良かったりするので、今回ご紹介したアイテムとミックスしながら使っていただくと良いかなと思っています。まあ、休日のリラックスした雰囲気も漂いやすいですし、雨ですとか風とかも防げるので非常に機能的でもありますね。1枚持っておくと春ですとか秋に非常に重宝しますので、ぜひ1枚取り揃えていただきたいなと思っています。続いて6点目ですね。これはボトムスになるんですが、ジーンズ類を揃えていただきたいなと思っています。これは春夏に限らず秋冬ですとかもう通年でおすすめできるアイテムなんですが、ブルージーンズ、ブラックジーンズ、ホワイトジーンズ、この3本を買い揃えていただくと良いかなと思っています。まあ、様々なシルエットがありまして、細身のものはスキニーフィット、その次に細身のものがスリムフィットというものになるんですが、これは体型によって使い分けるのがいいかなと思っています。僕は164センチ、54キロ、かなり小柄なので、スキニーフィットを選んでもそんなにピタピタになりすぎないんですね。無駄なゆとりがなくてピタピタになりすぎない、これぐらいのフィット感が良いかなと思っています。普通体型からぽっちゃり体型の方の場合はスリムフィットぐらいの方がバランスがいいかなと思いますので、ぜひお店に行って2つの形を比較して自分の足に合うものを選んでいただきたいなと思っています。ブルージーンズに関しては色のバリエーションがあるんですが、まあ、この画像のようにですね、そんなにですね、濃すぎず明るすぎのバランスのものが非常に使い勝手が良いのかなというふうに思っています。でブラックジーンズに関してはもう鉄板ですね。ブルージーンズと比べていろんな場面で履きやすいです。ジーンズの中でも非常にきれいめになりますので、まあ、無難に選ぶのであればブラックジーンズ1本持っておいていいのかなと思っています。そしてホワイトジーンズなんですが、まあ、数年前にトレンドになりまして結構履いてる方も多かったんですね。で僕自身も本の中でもお勧めしていたんですが、ここ数年は割とそれが落ち着いていたんですが、まあ、今年の春ぐらいからかなりいろんなお店でも取り扱うようになりましたので、ぜひホワイトジーンズにもトライをしていただきたいなと思っています。結構高級なデニムブランドがホワイトジーンズとか出していますが、正直ですね、ユニクロと比べてもそんなに大きな違いは見出せないかなと思っています。特にホワイトジーンズは汚れやすいので気兼ねなく履けるユニクロものを取り揃えていただくと良いかなと思っています。そして7点目ですね。これはインナーです。エアリズムですね。これからの季節には必須のアイテムですね。中でもおすすめしたいのはエアリズムシームレスというシリーズですね。これは縫い目がないので上に T シャツですとかシャツを着た時にもインナーの存在感を思いっきり消すことができるんですね。これは非常に使いやすいアイテムかなと思っています。カラーバリエーションいろいろありますが、ベージュを選んだ方がいいかなと思っています。これはなぜかというと単体で見ると非常にダサいんですが、ベージュが一番肌なじみがいいのでインナーの存在感を消すことができるんですね。ですのでエアリズムシームレス、ぜひベージュを選んでいただきたいなと思っています。特にシャツを着る際ですとか、僕なんかは、まあ、T シャツの下にですね、こういったインナーを着るようにしてます。そうした方が T シャツの持ちが良くなるんですね。ですのでこのようなインナーというのは必ず数枚は取り揃えていただくといいかなと思っています。このような縫い目のないインナーというのはユニクロでも売ってますが、僕個人的にはですね、もうちょっと価格が上がるんですが、グンゼのシリーズが非常に良くて、シークですとかインティーと呼ばれるものがありますので、こういったものもチェックしてみることをお勧めしたいなと思っています。そして最後8点目ですね。これは 2way トートバッグというシリーズですね。最近発売になったユニクロ U のアイテムなんですが、僕もこれを買って非常に重宝しています。まあ、この写真のように普通の縦長のトートバッグのように見えるんですが、こちらには肩掛けできるような紐がついていて、まあ、背負えるんですね。リュックのように背負えるんですよ。これが非常に使い勝手がいいのと、デザイン性もかなり優れているのかなと思っています。まあ、普段ユニクロでこういったバッグですとか小物類って僕はお勧めしたり買うことはないんですが、これは素材の質感も安っぽいことがないですし、デザインもすごく洗練されているので、皆さんにも自信を持ってお勧めしたいなと思っています。
特にリュックですとかバックパック、あまり普段使わないなという方にはデビュー戦としては非常にいいかなと思いますので、ぜひユニクロ U のこの 2way トートバッグ、売り切れる前にぜひチェックしていただきたいなと思っています。ということで、今回の動画ではユニクロで買うべき春のアイテムを8個ご紹介しました。どれもですね、手軽に買えるのがユニクロの良い点なので、ぜひ店頭に行って試着をしながら気に入ったものを買い揃えていただきたいなと思っています。まあ、このようなベースのアイテムさえ揃えておけば、トレンドのアイテムですとか少しカラーの綺麗なものですとか自分なりのこだわりのアイテムとかをミックスしてもそんなにバランスが崩れないかなと思っています。ですので、今回ご紹介したユニクロのベーシックなアイテムで着こなしの7割から8割を整えて春の装いをぜひ楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。